読むよりも聞いてる方が楽しいの。場所問わずにながら読書。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。読書は趣味の定番として挙げられます。雑学など幅広い知識を得られる読書をしている人も多いですが、喜怒哀楽などを得られる物語を読んでいる人の方が多いのではないでしょうか。そんな読書も今では書籍を購入するよりもオンライン小説を楽しんでいる人が増えました。年齢層やジャンルを問わず楽しめるオンライン小説は、そのタイトルの多さに圧倒されてしまうでしょう。だからこそ、目で読む読書よりも、聞く読書が有効になるんです。そこで役に立つのが、こと世界というアプリです。オンライン小説を音声で聞けるようになることで、家事の最中や入浴中など、ながら作業が行えます。これなら膨大なタイトル数を手軽に読破することができますよ。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。